えー、こんにちは、速歌塾の久保です。まあ、舞姫大学ナミさんへの深夜のこっそり話ですけども今日はですね FX の講座のあれですね締め切りがあったよってことで動画をいただきましたんで、まあ、それについてちょっとお話していこうかと思います、えー、現在ですね4月20日の深夜3時26分です私が起きるのが大体2時台なんで起きて大体1時間ぐらい経った時かなってとこなんですよね ちょっとコーヒーを飲んだりとかねいろいろと身の回りを整えたりとかしてナミさんの動画をこう見させてもらったんですけどもなんかお申し込みというかねお問い合わせが何件かあったそうでよかったですねあの私の方もこうやって、えー、ズーム対談などでティーアップすると大体ね必ず注文が皆さんのところに入ったりとかお問い合わせがいっぱいあったりするんでまあまだお役に立てているんだなぁと思うのと同時にまあ反対にですねこれ私一人が商品を売っていたら 多分こういう場合は設けられなかったなと思うんで、まあ、よりね私は放送に力を入れてそして、まあ、ナミさんをはじめ多くの方を紹介できるようなねそんな信頼性のあるメディアにこれからもなっていこうかなと思うところとプラス同時にですよ同時にうんもっともっとね、えー、視聴者さんの中で自分はこういう特技を持ってるんで是非喋らせろって方はねどんどん出てもらいたいっていう風なそんなね えー、気軽に参加できる場にしていきたいなと思っておりますで FX なんですけどもこの1週間ねまたねどうしようもなく儲かるような1週間でしたねこれは、えー、昨日もおとといもそうなんですけどもあのやっぱり130円に向かうっていう前提でお話しするとこの右肩上がりのトレンドっていうのはもう止めどもなくね利益が取れていくんですよで昨日もね今日にかけて私20万ぐらい取れましてね うん、今20万ぐらい取ってる人ってあんまりいないと思いますけども私の場合は元資金があってその資金に対するロットの注入数がやっぱり注入数ですね注入数がやっぱり2ロットとかね4ロットとかですんで一発で10万っていう感覚なんです今まあでもそこまでいかないにしても、まあ、0.5とかね1みたいなそれからまあ場合によっては0.1とか0.3みたいなロットの方も1日で数万円とかね 10万円前後を稼げるようになったっていう報告がかなりいただけるようになってあと2つそう私としては振り返ってね良かったってことがあります一つはですね私のテクニカルのお話の仕方っていうのが分かりやすくさらになったのかなと思うんですよこれ当たり前ですよね日々費用ごとに下手になるわけないんで今私かなり洗練されてますので具体的に金額でいうと下3桁までお話ししながら毎日の相場解説してるんですよね まあこれであとは私のことがどれだけ信頼できるか。で、信頼はしたんだけども、プラスアルファは自分の中でユーザーさんがね、視聴者さんがどのぐらい咀嚼できるかっていうところが2点目の重要なポイントだと思うんですよ。まずは発信する私が信頼されてないといけないっていうのが1つ目ね。ねで、繰り返しますけども2つ目は私からの発信でさえもね、待てよと。自分はテクニカルのことをちゃんと学んでいるからこそ、 久保さんのテクニカルがピタッと一致するってことがわかるけども自分にテクニカルの技量がなかったら久保さんの解説をそのまんま鵜呑みにするかもしくはあエントリーしないかぐらいしかなくなるよねとどっちにしても久保さんの放送がなくなったら一気に FX ができなくなっちゃいましたみたいなねはしごを外された状態になるってことはまだテクニカルが身についてないなっていうふうに考えていただいてこれからもね分かりやすいテクニカル講座に努めていこうかと思いますというところでね うん、やっぱりゴールデンウィークから夏場にかけてこの2022年をね FX 攻略の年にするために私の方もね強力な講座をこれから作っていこうと思うんですよねでこれっていうのは今まで私の日々のお相場解説でやっていた講義ですよね、えー、例えば先々週はヒゲに関してかなり盛り込んでいってヒゲに対して攻略をしてもらいましたあのチャートを見てるとどうしてもね 実体とヒゲヒゲ先はどう考えればいいんですかとかヒゲの間のこの動きってのは何なんですか実体とヒゲっていうのが同じところで陰線と陽線がこう揃っていた場合いやこれはヒゲと実体が揃っているからどうこうって見るのかそれとも揃っているけどもこれはヒゲなんでこういうふうに考えるんですよっていうのかっていうねさまざま悩むところだと思いますけどもこれをねやっぱりもっともっと伝えていきたいなとヒゲに関しても 1> 1週間ぐらいかかるわけですよちうんそのほかねさまざまな概念が FX にありますけども一つ一つの概念を繰り返し繰り返し脳に刻むからこそ私のテクニカル解説がなるほどってなるわけなんですよねもちろん全く理解せずにコピートレードのように私が言った通りにエントリーしても稼げるんですよ稼げるんですけどもそれは FX を身につけたというよりも 私の速のの塾としての恩恵ですから、単なるね。これは自分で稼いだことになりませんのでねまあただ私の FX の講座っていうのは一緒に稼ぎながらここで稼げた理由はこうですよっていうふうにプラスアルファで講義をつけ足すこともできるので稼がせながらあー鍛えていくってこともできるかなっていうのが今年私が取り組もうとしてるね最大級の FX の ココンテンテテツコミュニティになななるんじゃいいかなと思いますこちらの方はねほんと今節丁寧に細かく細かくやっていこうと思いますので場合によっては日々の相場解説を止めるかもしれませんそのぐらい力を入れてやっていく FX 講座になりましたねまあ6年目になるとねさすがにねもうマスターですよ FX はうん最初の2年目からね少しずつ勝てるようになりましたけどもやっぱ年間で400万全勝つっていうのは今振り返ってみたらほとんどの人ができないところだろうなと思うんですよ だから年間400万でも、まあ、税金のことを考えたらねたい手元に落ちるのは200数十万になっちゃいますまあそれでも副収入としては十分ですからね、うん、その年間で200万円分が稼げるようになるような人材を私の FX コミュニティで育てていけるんだなっていう自信は大いにありますんでもちろんこれは私の方は指導はできますけどもきちんと身につけるかどうかっていうのは一人一人の裁量に任されてますんでその辺はねどう考えればいいのかなってことになっちゃいますけども ここら辺はいつも通り基礎用具が身についてますかとトレーニングをちゃんとしていますか ?3 段階目精神力養っていますかっていうのねこれを講座の中に盛り込んで1000回まで基礎講座そして中級編ってありますあれはね完全に丸暗記するだけのものなんですよですのでこれからはもっともっとね丸暗記するだけではなくって実践を通じていろんな練習問題をやる中で この FX のね、筋力をつけていくっていうことをしないといけないかなと。FX の練習試合、紅白試合をいっぱいいっぱいしていってですね。で、全てのことが扱えるように。まあ、全てって言ってもね、100%全部するわけじゃなくて、少なくとも、まあ、1週間やったら勝ち越せるよみたいな一、ね、1日単位では負けることがね、確かにあるかもしれません。私もね、今週1回ロスカット食らってますからね。うん、でも、でもですよ。1週間のトータルで勝ち越すことがで,できるような 1> 1年間48週を送れればもうう文句ないと思うんですよ。そうすると48周まあだいたい40周ですけども40周で200万円は叩き出せるよねってことになります。あとは投入する資金量に合わせてロットを調整すればその200万が400万になったり800万になったり1600万になったりするって話ですから少しずつロットを上げるためには精神力が必要ですからその精神力の鍛え方も今回の私のリリースする講座ではしっかりみっちりとやっていこうと思いますよね。 はい、ですんでねあのー、私もね大和くんとの時間をちょっと犠牲にして <laughs> FX の講座最高のものを値、ね、上げようと思いますまあ無理のない金額でね手に取っていただけるように考えてるのは今までと同じでございますけどもさすがにね10万円前後で出そうって話にはなりませんからもうちょっと価格を上げさせてもらいますけども十分 FX を攻略できる完璧なものに仕上げられるんじゃないかなと思います fx6 年やったらこうなったみたいなお話でございました。それではなみさんこれからもよろしくお願いします。コソコソ話でした。